よし、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 来い。久しぶりですね。何ですか。あ、そうな。あ、そうな。私は今から3円に行ってから、そう、CM の場も作らんとかいかんなと思って、そうよ。そう。はい。よし、焼き。ねえ、明日彦も、あかんかんねん、来たってるな。はぁ、人の言葉が早いね。あたか、あかんよーい、女になって、男前じゃない？大変だよ。私ももう、吉野部の、入学祝いも、あるべきと言ってからには、まずお金も使うし、あ、そうよ、正月の準備も今からしないとと思って、そう。3よりマックスバリュー安いかな。こんだけで。そうな、ドン・キホーテはあんまり好きじゃないさ、私。そう、雰囲気が悪いよね。ね、北の方にあるから雰囲気が悪いんじゃない、あれね。いるんじゃないかね、と思った幽霊が。そう。3円が一番近いから3円は行くさ、私は。はい、じゃあまたね。そうだった。キミちゃん、ねえねえは、あの人は、なんだったかな。この前も中央公民館であったけど、元気そうだったけど、うん。車椅子ね。車椅子で、いざおけ。そんな聞いてなかったけど。そうよ。あれ、旦那は、そう、仕事辞めても、家に組まれている。うん。大変だよね。私も明日はまた忙しくして、負けだに行ってからにまた踊る練習をしてからに、そうよ、夜はブーに行ってからにまた作業をしないといけないから、さ、大変だよ。そう、忙しいね。私も子育てはもう終わったから、もうみんな成人に行ってからにが、内地には行ってからもみんなも仕事しているから、もちろんもう一人の時間がもう多くなって、自分の時間が多くなってからもブーやったり踊りやったりしてからも、そういう孫なんかももう内地の方にいるから、もう会える時間も少なくて、もやいも行かんといけないし、またそう、モスに行ってからまたもやいもしないといけないし、モスのポテトは美味しいよね。ね、美味しいよね、あれね。私はあれ好きだよ。そう、でもあんた、あんた喋っとったら、時間忘れるさ、もう3人に行ってるんだよ、チームのクセもかまんといけんのに、あんたも。行こうね。はい、よし、行きます。またね、今度ね。